ありがとうございます。この度は永田をご指名いただき誠に感謝いたします。はい、ビタミン Z やっていきたいと思います。ビタミン Z レボリューション、今回も永田さんでしたね。続き始めちゃうよ。なあ、なんでしょう、やっぱ私は永田さんと相性がいいのかしらね、やっぱなんだかんだね。さてさて、今回はあれですね、まず誰のルートへ行くかというのを決めるところからでしたね。悩ましいですよね。いや悩ましい。やっぱ彼かな。やっぱ彼だな。やるか。やりましょう。でも美女が好みなんですよね。極道なやつ。極道なの？私別に極道嫌いじゃないですよ。私が指導するのは、なんて読むのこれ？ふわちさとでいいんだっけ？パッと見では A4 にいるのが不思議な感じもする真面目な雰囲気の男の子。でもやっぱり A4 にいるだけの理由があるようだ。ちゃんと指導して卒業まで導くふわくんでいいんだよね。もう心配になっちゃう。私はそう決意して4月の門を叩いた。ふわくんでいいんだよね、調べよう。まずふわくんと話をしなきゃね。朝のホームルームじゃ他の子がいっぱいいるし、横子がいいかな。朝は放課後に残ってもらえるを伝えるだけにしよう。大事よね。いきなり来てないの？もう終わりなんだけど。ね。今日は見てないよね。アホサイユにもいなかったみたいだし。待って、クラスの女の子いる。この子たち大丈夫？味方？なんか前回は結構味方だったじゃん。あやね。じゃあ遅刻？だろうな。イクオ。イクオ？イクオってどういう名前なの？もう。もう。会ってたふわちさとで会ってるみたいです。よかったです。もう2時間目なのにまだふわくんは来てないなんて、もしかしてサボり？いいんじゃない、3時間目が終わっても来ない。ちゃんと1時間ごと。もう昼前じゃない、もしかして事故にでもあったとか。それはね、気にしすぎだと思うわよ。サボりじゃないかと思ったけど、よくよく考えたらふわくんは真面目そうだし、事故の可能性に気がつくべきよ、私のバカ。どっかに連絡が来てないか聞いてこよう。ふわくん、面倒に巻き込まれそうだ。で、なんだ？なんだじゃありません。こんなに遅刻してくるなんてどうしたの？事故とかになってたわけじゃないよね。事故？なんだそれは。ならよかった。で、だったらこの遅刻の理由は何？理由と言われても、時間が空いてたからだ。どういうこと？何言ってるの？時間は空いてないでしょ。ちゃんと学校に来なきゃダメじゃない。俺は毎日ちゃんと学校に来てる。真面目な生徒だろ。そうなのかな。でも真面目とは言えないと思うんだけどな。反論した方が良かったかな。それ遅刻した理由は何なの？今日は天が神輿で登校すると言って、毛組を総動員して出かけたからな。わざわざ俺が行くまでもないだろう。どういうこと？成宮君の登校事情と不惑は関係ないでしょ。なかなか来ないから登校中に何かあったかもって心配したのよ。別に心配してくれと頼んでいない。まあそれはそうなのよね。そりゃそうだけど、とにかくちゃんとした理由がないならこんな遅刻はもうしちゃダメです。いろいろと面倒だな。面倒だから俺は消える。ちょっと不惑、言っちゃった。一体何なの？しかしこれは序章に過ぎなかった。ふわくんは以降も遅刻早退サボりの繰り返し。なんか私みたい。話をしようにも神出鬼没で捕まえるのも困難。おかげで私はふわくんを捕まえるためにひたすら校内を探索する羽目になっていた。しんどいわね、それは。ふわくんようやく見つけた。今日も途中で授業をサボってたよね。だるい。途中で面倒になった。めっちゃわかる気持ち。でも仲良くなれそう。そんな理由でサボったらダメでしょ。どうしてだ？どうしてもこうしてもないの。授業はちゃんと受けるものなの。分かってくれた？ふわくんまたあっという間に消えちゃった。
忍者みたいにすっと消えちゃうよね。すごいな。すごいな、だって。ちょっとゆうたちゃんもダメよ、それは。結局今日も話ができなかった。パッと見真面目そうだけど、やっぱり A4 の一人だけはあるな。成宮くんとは仲がいいみたいで、一緒にいるところよく見かけるけれど、そう、成宮くんも放課後走り回ってて捕まらないんだもの。成宮くんは弱小クラブの助っ人や、趣味のサーフィンで落ち着いていることはない。成宮くんを捕まえてから不破くんも一緒にいて作戦はダメだよね。しかも不破くんは私が何か用があるってことに絶対気がついてる。最近で不破くんは私を見ると姿を隠してる。もうダメ、嫌われてるじゃん。おかげで補修の話はまだできてもいない。明日こそちゃんと話をしないと。今日はアホ採用を先に見張るか、それとも教室かな。その前に今日は遅刻しないで来てくれるのかな。なんだか不破くんって思いもよらず大変だな。今日、迷い子たちの嘆きが聞こえる。確かに大変な人を選んでしまったかもしれない。カモンベイビー、困った時にはノリで登場。何あんたたち。人生、時には諦めも肝心だ。迷い子たち、正しい道を照らして導く。人呼んで GTR。 グレートティーチャーとかそういうこと？ GTO みたいな感じ。うわ、爆発した。頭文字 R の主張は、僕たちの名前の頭文字が偶然 R で揃ったからのことだ。はあ。憂い顔で朝のひとときを過ごしているあなたが気になってしまってね。何か悩み事でも。担当する生徒のことで少し。なるほど、それは大変ですね。待って、この人ボタン当てすぎじゃないねえ。でも今はそれよりなぜ先生たちが変な登場して、そして光るのかが謎です。ねえ、一個前では謎の SE に悩まされね、エコーに悩まされね。まあ、とりあえず声はかけたから、俺っちはこれでな。遠藤先生が相談に乗るようなので、いろいろ話してみるといい。私はこの人がいいんだけど。あの二人で何しに登場してきたんだろう。さあ、先生の悩みをこの私が聞いて差し上げよう。何今の光。決まったな。ジャケットプレイ。今のは何ですか。私の美しさを存分に表すものですよ。さあ、悩み事をどうぞ。相談して大丈夫なのかな。でも教師としては先輩だし、ここは相談すべきだよね。実は不破くんの補習の件なんですが、まだ話もできてない状態なんです。まず話をしないと始まらないのに困ってます。なるほど、それは大変ですね。確か彼は遅刻早退の常習者のはず。しかし千里の道も一歩からと言います。惜しみない努力で乗り切ってください。では私はこれで。ああ、神よ、今日も美しく助言できました。待って、助言にしてはレベル低くないですか。結局は地道に不破君を探すしかないってこと。ためになるアドバイスなのかそうじゃないのか、いまいちわからない。いや、微妙よ微妙。昨日も放課後まで不破君を捕まえられなかった。でも今日こそは。不破君いる？不破君、せんならいねえぞ。その声成宮君よね。入ります。不破君に話があるんだけど、ここにいない？だからいねえって言ってんだろ。でも不破君で成宮君と一緒にいることが多いですよね。やっぱりいるんじゃない？てやんでぇ。てやんでぇ。嘘つくかよ。線がベランダから逃げようとしてるわけねえだろ。ベランダ？やっぱりいるんだ。しまった。いや、彼も可愛いな、やっぱり。不破君、逃げようとしてももう無駄だからね。今日こそ話を聞いてもらうわよ。面倒くさい。なぜ見つかったんだ？さては、天がお前に口づけしたな。あー、突っ込めばよかった。バカー、口づけって。天間、このままずっと私が逃げるつもり？最悪、ちょっと戻りたい。これ戻れない。戻れない。あー、でもログ表示はできるよ。面倒くさい。なぜ見つかったんだ。戻れない。くそ。いい加減私の話を聞いてください。これからのことで大事な話があるんだから。面倒だ、俺には関係ない。ちょっと、極左絶対についていくから。
でも失敗したことが痛いわ本当、ちゃんと話を聞いてくれるまでつきまといます。怖っ。ストーキング行為よそれは。でもため息ついてもダメ、無視してもダメ、舌打ちしてもとにかくダメなものはダメ。一体何がしたいんだお前は。強いよねこの先生。私なんだけど、ようやく止まってくれたわね。疲れた。そんなに汗だくになってまでついてきて何の話だ。内容も分かってないのに逃げてたの。ま、さしすせ予想はついてるがな。さしすさしすせやるじゃないか。よし、やっとやっと一回成功しましたよ。よかった。ワクがどんなことを考えたか教えてほしいな。でも誤解してる可能性もあるから注意して聞かないとね。お前が俺につきまとっている理由、それは俺に決闘を申し込むためだろう。これは突っ込むことではないわよね。ふわくんの言葉がおかしすぎてどこから突っ込めばいいのかわからない。待って、私の話はまだ終わってないの。面倒な話を聞くつもりはない。確かに私がするのは補習の話だから、ふわくんからしたら面倒だろうけど、どういった話を聞いてくれるんだろう。うわ、選択肢聞いてみないとわからないでしょ。話を聞いてほしい。話を聞きなさい。わかんないでしょ。頑張るか。話は聞いてみないとわからないでしょ。聞いても面倒だし、聞かなくても面倒だ。つまり面倒。聞かないとわからないってば。だ、面倒じゃないのか。うわ、ちょっと難しいね。面倒じゃないって言ったらそれは嘘になるし。ペンと一緒だな。嘘がつけないらしい。あのね、実は。おいおい、こんなところで血は喧嘩か。何何不良、ちょっと髪長いんじゃない。こんなところで見せつけてくれるよな。何そのオレンジ色の服、ちょっとダサいわよ。ややこしい感じの子たちに絡まれちゃったな。そういうのじゃありません。枠向こうに行きましょう。必死で買うはいいの。不愛想な彼氏なんか放っておいて、俺たちと遊ぼうぜ。ちょっと待って、あんたたちは無理よ。私とは釣り合わない。彼氏じゃないわよ。私は教師で、この子は生徒です。先生なんかちょっと燃えるかも。マクほら、あっちに行くわよ。彼女もそんなにツンケンしないで、ちょっと遊ぼうぜな。ちょっとそこを通して。お前はいいから行けよ。俺たちはこの子に用があるんだしな。うざいな。ほんとうざいよね、わかる。あ、なんだって。ナンパするなら俺がいないところでしろ。なんだお前、ようやく喋ったらそれかよ。おい、ふわくん相手にしてどうするの。うざいものはうざい。正解、素晴らしいと思う。ねえ、俺たちがダイヤモンドサインのメンバーだって分かって言ってんのか。ごめんごめん、ダイヤモンドサインって何、ダサいんだけど、ネーミングセンス。ダイヤモンドサイン。ちょっとあなたたちも落ち着いて。ダイヤモンドかなんだか知らないが、さっさとどけ。てめえ、ちょっと何するの。私の生徒に手を出して許さないから。え、おいおい、こんな可愛い子がかばってくれてるぜ。おい、お前何してるんだ。ふわくんはいいから早く向こうに行ってなさい。まず割って入っちゃったけど、どうしよう、戦いましょう。とりあえずね、なんかない武器。なんだかあまり柄の良くない子たちみたいだし、私ちゃんと逃げられるかな。お前アホだ。とにかくこんなところで揉め事を起こしたら問題になるの。いいから向こうに行ってなさい。かわいい。ありがとう。かわいいよね、知ってる。そうそう、先生がそう言ってんだから、お前はどっかに消えろよ。なんで俺の周りには荒ぶるメカが多いんだ。荒ぶるメカ、荒ぶるメカ、どういうことやねん。やるじゃないか。ごめんね、私のせいで変なことに巻き込まれちゃって。謝るなら俺につきまとうのをやめてくれないか。できれば聞いてあげたいけれど、ごめん、それは無理。先生、そんなやつと話してないでこっちおいでよ。ほら、お前はさっさとどっか行け。先生はこっち来て。ちょっと触らないで。すごい、やっぱ強いのよきっとね。しょぼいわね、あの不良。
ダース、待って、オレンジ色のやつはどこ行ったの？いないんだけど。今ふわか男の子の手をどうやって抱いた？てめえ何すんだ。軽く叩かれたようなのに男の子は手首を押さえて顔を歪めている。手を出したのはそっちだ。てめえダイヤモンドサインに喧嘩売るってのか。だからそれやめなよ、ダイヤモンドサインっていうグループ名。そんなもの知らん。本当知らない、知らない。いい度胸だな。何？ちょっとありえないんだけど、銃刀法違反ですよ。危ないから逃げて。調子こいてんじゃねえぞ。ナイフをちらつかせた男の子の前にとさに飛び出してしまう。そんな危ないものはしまいなさい。いいからどけよ。今俺たちはそいつに用があんだよ。どきません。お前はどいてろ。ワクンダメよ。極道なやつじゃ。極道のやつってどういうことなんだろう。これなんか 見れたよね確かね。極道のやつ。ああ、土佐弁なんだ。面倒なやつって意味らしいですよ。へえ。ふわくんが私を押しのける。背中にかばわれたまま私は驚きの目でふわくんを見てしまう。さっきまでもう何なんて読むんだっけこれ。まあいや、まるで一瞬で人が変わってしまったよう。その驚きが冷める前にさらにふわくんは私を驚かす行動に出た。この野郎、今殴ってきた手を何したの。ふわくんは殴りかかってきた相手に何気なしに近づいたように見えた。それなのに男の子の繰り出した拳を軽くかわしている。また手刀で軽く叩いたみたいだけど、でも相手がひるんでる。てめえ、ナイフが強っ、弱っ。またふわくんはただ歩いているように見える。それなのにナイフの軌道は全然見当違いのところへ描かれてしまっている。しかもナイフを手刀で叩き落とした。ボディがガラ空きだぜ。あのキューって小文字にするとすごくダサいわね。なんだかふわくんが、うん、何、どこを叩いたの。尾骨。てめえ俺のダチに何すんだ。獲物を先に出したのはそっちだ。そうだそうだ、覚悟があって出したんじゃないのか。もう容赦しねえぞ。まだやる気か。ふわくんは呆れたようにつぶやいている。けれど表情はまだ険しいままだ。仕方ないな。めんどくさそうにそう漏らしながらふわくんは、あっという間に男の子の背後に回り込んで腕をひねり上げていた。このままもう少し腕をひねり上げたら骨が折れる。折っちゃう折っちゃう。もう、いや、やめてくれ。悪かった、俺たちが悪かった、マジで悪かった。だから勘弁してくれ。なんか弱いね、ほんとめちゃ弱って感じ。びっくりした。あの子たち慌てて逃げていっちゃった。それにしてもふわくんで強いんだね。何か習ったりするの。どうでもいい、振りかかった小麦粉をとっさに振り払っただけだ。小麦なんでやねん。そうか、普通の高校生はそんなことできないわよ。誰でもできることだと思う。ふわくんだったから穏便に済んだのよ。本当にありがとう。でもね、助けてくれたのは嬉しいけど、いくら強くても危ないから、あんなことはもうしないで。他の先生が見てたりしたら問題になっちゃうから。俺はしたくてしたわけじゃない。さっきのも強いわけではなく偶然だ。おいおい、そんなことはないだろう。あら、はじめくん、イタリアから日本に帰ってきて、懐かしいからブラブラしてたらなんか騒がしくなってんだろう。というわけで、さっきの途中から見てたってところだな。見てたって、どうして止めに来てくれなかったんですか。もしかしたらふわくんが怪我をしていたかもしれないのに。だからそれはないってな。ソワ、おい、俺はふわだ。ソワ、ソワって、ああ、悪い、俺名前覚えんの苦手なんだよ。とにかくこれでもバカず踏んでる俺から見て、
こいつに任せとけば大丈夫に思えたからな。バカズ？なあ、お前何か格闘系のことやってるだろ。ソガ。別に何もしてない。それとフワだ。ソガって、じゃあソワって。あれ違ったか。まお前がそう言うんならそれでいいけどさ。どういうことですか？俺が見た時にはナイフのやつも片付いてたみたいだしな。素手なら手を出すまでもないってことだ。意味がわからないですよ。そいつが偶然倒したっていうならそれでいいんじゃないか。それでもまあ見かけたのが俺でよかったな。さっきの喧嘩のことは分かってるよ。一応秘密にしといてやる。感謝しろよ、クガ。すごいね、全部名前違うんだけど。クワだ。ああ、悪い悪い。前後不明だよな。クワチサトだ。もうゲームオーバー、ゲームオーバー。草薙先生って本当に名前覚えるのが苦手なのね。とにかく、ここは昔からあんまり柄が良くないとこだし、早く場所変えるんだぞ。いいな。三毛猫先生と、ジババ。え？私に至っては元気をとどめてないし。なんだか俺は疲れた。まあ確かにね、名前突っ込むのはちょっと疲れるわよね。私もとりあえずアホ左右に戻って改めて話を聞いてくれない？フワ君。分かった、アホ左右に帰るぞ。いいの？ちゃんと名前を呼ばれてるのだけでも十分ありがたくなってきた。あ、どうしたんだチワワ。おい、さっさとアホ左右に戻るぞ。でも可愛くないチワワって。これ以上変な名前で呼ばれてたまるか。微妙な意味でありがとうございます。なんだ、どうしたんだ。いろいろ疲れることがあったけど話を聞いてくれる？まったく、お前はしつこそうだ。聞くまではついて回られそうだ。うん。顎をしゃくって話を促されてるみたいと、はあ、実はこれからの1年私が不惑のサポートすることになりました。サポート？今のままじゃ到底卒業はできそうにない状態でしょ。だから私が放課後に補習をして勉強のサポートをするの。面倒だ。面倒って言葉で済ませないの。卒業できなかったら老後とでしょ。すごく困るよね。そうか、別に困らないわ。まあ困らないならいいのかな。手ごわい。どう言ったら分かってくれるかな。 A 選択肢、奥の手を使う。とにかく決定、何時間かけても説明する。奥の手を使うって何？奥の手って何？自己応急なる。私が聞きたくなる。何やってるんだ。いっそ催眠術でもかかってくれないかなと思ってね。素晴らしい現実逃避な。俺も補習なんて面倒なものから現実逃避させてもらおう。ダメです。とにかく不破君の補習を受け持つのはもう決定事項なの。だからこれから二人一緒に頑張っていこうね。二人一緒。ああ、二人百脚とかいうやつか。これもさすがにちょっとね、こっちで突っ込んでも。はい。バッサリ忘れちょった。忘れちょった。かわいい。ちょ、ふわくん、足何本あるのよ。2本だ。お前は？お前はっていうのいいな。私も同じです。どう考えても百脚にはなりません。だが、互いに協力することをよく二人百脚と。言いません。それよりなら二人三脚でしょ。初耳だな。二人百脚なんて私も初耳だったわ。補習するにあたってだけど、まずはそうね。勉強の前に遅刻と早退。サボタージュ癖を。サボタージュ？ボタージュ？俺は味噌汁の方が好きだ。あ、私も意見合うね。変なこと言ってないだな。ちょっと続ければよ。とにかくこれからはちゃんと遅刻しないで学校に来ることで規則正しい生活を送るって約束してね。どうしてだ？もしちゃんとしないなら毎日家の前まで迎えに行きます。冗談じゃない。寝言は死んでから言ってくれ。ね、死ねって言われたんだけど。嘘でしょ。そうか、絶望だよね。ふわくんの気分が悪くなるようなこと言ってるのは分かってるわ。でもね、このままの状態で学園生活を送るよりはいいと思うの。だからうざがられてもちゃんとはしないなら毎日家まで迎えに行くわ。お前は本当にしそうだ。もちろん。分かった、遅れないように登校したらいいんだな。そうよ、ありがとう。遅れないように。ちゃんと話したら分かってくれるんだ。よかったね。じゃあ明日ちゃんと遅刻しないで登校してね。待ってるからね。分かった。よかった、分かってくれたんだ。
昨日はちゃんとフワ君が納得してくれて本当に良かった。遅刻しないで来てくれるフワ君を校門で迎えたらびっくりするかな。来ないんじゃないの。そろそろ来てくれてもいい頃なんだけどな。まさか昨日の今日で遅刻なんてことはないよね。あと5分。ダメで、ちゃんとフワ君をしな、遅れなきゃいいっていうことだからギリギリに来るってこと？あと2分、あと10秒。おい、あんた。どうしたんですか？ A4 の一人が校舎の裏で騒ぎを起こしてるぞ。どういうこと？確かフワとか言ったが。フワ君が？貴様は一体何を考えている？学園を私物化する行為は許しがたいぞ。待って、なんかテントあるんだけど、ここで寝てた、もしかして。許しがたいぞ。うるさいぞ。これはいささか困ってしまいますね。なんか何のギターの音なのよこれは。誰ギター鳴らした人？なんだよ、めっちゃ本格的じゃんか。参りました。先生方に、それに生徒会の、何、どうしたの？不惑に何かあったと聞いたんですが、一体。朝からうるさいな。不惑君、これは。お前が遅刻するな、早退するなと言ったからだろ。言ったわよ、言った。だからってどうして学園の敷地内にテントを張ってるの？私の目の前にあるのはどこからどう見ても立派なキャンプ用テント。一体どうしてこんなものがあるの？これなら遅刻も早退もしないで済むだろ。なんせ起きて外に出れば学園だ。何ですって？これは貴様の入れ知恵か。何を。こんなものを学園内に設置する許可は出していないはずですよ。さすがに生活指導的立場から見ても問題だな。先生、これは指導的にいかがなものかと思いますが。テントを張れなんてことは一言も言ってないです。そうよ、間接的に言っただろ。言ってません。とにかくこいつの監督不行き届きは担任であるあなたの責任であるのは明確。直ちにこの不法占拠物を撤去しろ。しろしろ。何をしろしろって。こうなったら最後の手段。ごまかす。これは星座を見るぞ同好会の物質です。今日発足したばかりで申請まだしていなかったの。なるほど、そういうこと。コマは私、後で申請するから。そんなことでごまかされるか。ダメだった。これで遅刻はしない。ふわくん、これはいかがなものかな。お前が遅刻するなと言ったからしないようにしただけだろ。いや、偉いよ、それは偉い、とても偉いなと思うけどね。そんな真面目な顔で言われても。せっかく今朝遅刻しないで済んだはずなのに。かわいい。それが嫌味でやってるなら注意のしようがあるけど、本人的には頑張ってる結果。先生、後でいろいろご説明していただきます。何をうるさいね、この人好きじゃないわ。なんで言う通りにしたの？余計に面倒になってるか。なんでこうなっちゃうの、本当。結局不惑のテント問題は朝のホームルームが始まってしまったことでそのままとなってしまった。あれだけの人に文句を言われたのだから、てっきり放課後にはテントが撤去されてると思ったのに、私は考えが甘かった。不惑のテントは放課後も片付けられることなく、その後そのままだ。やっぱり不惑も A4 の一筋縄じゃいかないみたい。でも負けないんだから、一年は始まったばかりなのだ。これから保守ともに不惑には毎月まず小テストを受けてもらうことになります。その辺同じなんですね。補習や講義の成果を見るためにって聞いてる。もう補習を受けてるだろう、それで十分だ。そういうことはもっとまともに補習を受けてくれるようになってから言ってください。あれが俺の精一杯だ。胸を張ってダメなことを言わない、うん、面倒だな。まあそういうことだから諦めろってなわ。なわ。俺は帰る。ちょっと待って待って。ふわです、ふわくん。また間違えちまったか。わりわり。ま、それは置いといて。置いておくな。月末試験は俺が担当することになった。これから一年よろしくな、ぬわ。ぬわ。絶対受け、絶対帰る。私が代わりに謝るから帰らないで。何カリカリしてんだお前、カルシウム不足か。でもなんかいい感じ、はじめくんと一緒っていうのは結構いいですよね。
すいません。かわいい。もうテストもしかして。テスト来た。いざ尋常に行くぜ。ああ大丈夫かな、私不安です。三方ヶ原の戦いで武田信玄が率いる軍と戦って敗れた武将ってどこの誰だ。待って三方家康。決めたのよ。し、これは戦国無双でやった。次のうち日本三大がっかり名所じゃないものはどれだと思う。がっかり名所じゃないもの、清水寺。よし、清水寺はいいですよね。この俺様が特別に見てやら。10リットルのジュースを3リットルと7リットルの容器を使って分ける方法はってな感じの計算問題なつの。わかんない。水増し算違った。ていうかさ、肌出しすぎ、肌出しすぎだよ。ポカリスエットの開発におけるコンセプトって何ですか。飲む点滴、これは知ってる。嬉しくない。嬉しくないって。クエスチョンタイム。イギリスで現在使用されている通貨を選ぶ。イギリスか。ユーロ。知らないもん、やめてよ。この漢字の読みを答えてみろ。エンジン。よし。当たったのか。え、優しい。あの勉強してるなの声が優しかった。書き入れ時を正しく表現している書き方を答える。はい、書き入れ時。あ、違った。やだろ。参ります。うわ、来たんだけど何？後期2600年として紀元2600年記念行事が行われた昭和15年は。西暦でいうと何年になるのでしょうね。昭和15年1690年。あ、違った。殴っていいぞ。殴っていいぞって。手加減はしないのであしからず。次のうち粉ミルクを販売していないメーカーは。知らんがな、メーカーなんて。森永って出してそう、ロッテも出してそう。うえぇ、知らないよそんなの。チャイルドシートの義務は何歳の子供が対象か答えなさい。3歳未満じゃなかった？それは間違えたの？こんなものだろ。全然ダメじゃん。別にどうでもいいが。全然ダメ。泣こ。これはどうよ。微妙かな。まあでも頑張った方だよ。最初だからまだね。ちょっとなんか問題難しくないですか？なんだか難しいですよね。はい、ということでですね、これから私は不破くんを頑張って攻略していこうと思います。ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。